どうもレオチャンネルです。2023年のプロスピ相撲も3月26日から2024年シーズンに切り替わろうとしています。皆さんは2023年どんな強化ができましたか？自分は阪神純正をしているんですけども、阪神純正はなかなか激アツの年で、オーダー結構強化できた方も多々いるんではないでしょうか。例えば阪神の目玉の選手でいうと、シリーズ1から見ていくと今岡さんがまず第1弾で TS 出てきました。これも結構大きい補強だったと思います。やっぱり阪神純正っていうのはショートとセカンドっていうのがなかなかね、他球団に比べたらちょっと渋いっていうイメージがあるので、こういった TS とかね、 OB で強化することが大事になってきます。あとは藤川球児さんとかね、大山さんのアーティストっていうのもすごいでかかったですね今回は。あと新井さんとかも出てきたりとかして、ただねサードは激戦区なんで、もう人によって色が違うのかなとは思いながら、シリーズ2で出てきた藤村さん、そしてもともとね多分持ってた方も多かった掛布さん、この辺りがメインだと思うんで、新井さんの使い方っていうのはなかなか難しいところではありますけども、あとはシリーズ2ね、ジェフ・ウィリアムス、本当にね出てきた時嬉しかった。もうダルビッシュさんにね感謝しかないです。ずっと欲しくて欲しくてね、前回の外国人 OB 出た時取り逃してしまったんですよ。その時もうものすごく後悔してて、もうウィリアムス来たら絶対どんな条件でも取るっていうのを決めていたので、しかも強化をねしてくれて、強いウィリアムスになって帰ってきたっていうのは本当に嬉しかったです。あとはそうね、バースもいたわ。バースもいたし、忘れちゃいけないワールドスター、阪神の中で初めてのワールドスター、藤浪晋太郎。いやこんな思い出もありながら、浜中さんとかね、あとまあ先ほども話した藤村さんとか、ベストナインタイトルホルダーの初めての、ベストナインで出てきた大山さん、やっぱその辺も胸熱ですよね。大山さんが初めてベストナインタイトルホルダーで出てきたっていうのも激アツな年でした。その他もね、結構豪華というところで、まあなかなかね、通常の方も強くなった選手はいますし、激アツな2023年だったんじゃないかなと思いますが、まず自分のリアタイのオーダーをちょっと見ていきながら改めて振り返ろうと思っています。レオチャンネル、今自分の最新のオーダーっていうのはこちらです。まあやっぱりこうやって見ても、野手っていうところはそんなに正直変わってないです。変わったのは本当藤村さんくらい、あとはまあベストナインタイトルホルダーの大山さんくらいですかね。基本的にはスピ解放です。もう自分は、スピ解放をしているユーザーなので、まあ、オーダーとかでね、このスタメンの打順で見ると分かりやすいんですけど、ピンク色が多いです。イコールねスピ解放っていうところなんで、一番長いのは真由美さんとかですかね。真由美さんは、上限が1300なのでだいぶスピ解放してます。その辺とかね、金本さんとかも地味にスピ解放してたりとか、あと長いの誰、岡田さんかな。岡田さんも割と長くて上限700してますね。まあこんなところでスピ解放を基本してるので、まあこういうねバースとかが出てきても A ランクを集めてスピ解放するっていうようなゲームの遊び方をしています。やっぱりねこれ全部その最新を欲しいって思ってると、お金がいくらあっても足りないので、 A ランクでもねことが足りるようまず母体を確保するってことが大事です。母体さえね確保しちゃえば、あとはもう A ランクをちまちまやっていけばね、全然もう申し分ないぐらい楽しめるので、まああと好きなね阪神っていう球団で楽しめるんで、もう純正からしたらねスピ解放で十分だと思います。なのでまずは最初大変ですけど、母体を確保するように、頑張ってみてください。ピッチャーもね見ていきましょう。ピッチャーはやっぱりもう一番手藤浪晋太郎、もうこれは安牌です。藤浪がいるかいないかでね、阪神純正本当に多分先発の層が変わってくると思うので、藤浪は必須です。時点で今ね、これ正直中継ぎにずっと置いてた岩田さんを先発にしました。するとここ100試合ぐらいは岩田さんがずっと活躍してくれてるんで、もう先発不動の先発として今もう2番手です。ビーズリー、覚醒とはいえビーズリーめちゃくちゃ強いです。もしねまだ覚醒してそんなに育成してないとかいう人いれば、正直阪神純正以外の方でも先発枚数困ってたりしたらおすすめです。しかもビーズリー何がいいかというと、中継ぎもできます。本当にね強い選手なので、ぜひぜひ皆さんも使ってみてください。多分多くの人は使ってると思うんですけどね。あとね先発、これ久々に獲得できた伊藤将司、
伊藤正を先発に入れました。これ最新の伊藤正です。ツーシームが C あるんですよ。これも結構やっぱり強いですよね。左のツーシーム持ちって結構貴重なので、まあ、強さを感じます。まあ、ただタイピンチなくなったりとか球持ちなくなったりっていうのはすごいマイナスだなとは思うので、ぜひ2024のシリーズで伊藤正もっとコナミさん強化してください。大竹も、入れてます、先発に。これ覚醒の大竹ですね。この間の動画でも話した通り、やっぱり僕強いと思ってるんですよ、大竹は。なんでかっていうと、左の通信持ち、これ伊藤正史と同じですね。左の通信持ちっていうのもありますし、カッスラ、あんまねカッスラで勝負できるピッチャーってそんな先発では阪神いるイメージないんで、ごめんなさい、間違ってたらあれですけど、西とかも使えるか、ただ左で、まあ、そういうのを考えると意外に貴重なのかなと。あと通信持っていてね、うん、これちょっとやっぱアニバだとね、この前回の動画のところでもあるんですが、正直やっぱり現環境使えないっていうのが本音なので、覚醒の大竹にしてます。中継ぎジェフ・ウィリアムス最強です。打たれる時もそりゃありますけど、基本的には全部抑えてくれます。本当に強いです。あとエグサスピリッツ解放してます。人によってはねスピ解放してない人もいると思うんですけど、ぜひ使ってみてください。強い、めちゃくちゃ強い。対ピンチ持ってるんで、ツーシーム S になるんですよ。強い、控えめにて強いです。もし万が一ね、2024年のタイムスリップで再び登場してきたら、ぜひ本当に獲得おすすめです。先発で使ってました。伊藤正史が来る前は先発の4番手で使ってました。普通に強いです。あとアルカンタラ、これね A 持ってたら A をね5枚ぐらい確保してたんですけど、なんかね血迷って称号に同値しようとか、なんかね邪心があって全部なくしちゃったんですよ。ほんとバカです。だからアルカンタラの A が残してたらスピ解放迷わずしてました。ほん強いです。あと桑原さん、この桑原さんは上限1200上げてます。ということでゴリゴリのスピ解放選手ですね。やっぱり一番の武器は超タイピンチの、ムービング B なので、ムービングが S になるという貴重な桑原さんです。そして抑えは何といっても藤川球児、最強です。まあ、じゃあ言葉はいらないね、最強です。まあ、そんなこんなでね、まず、自分のメインのオーダーはこんなところなんですが、控えの選手、じゃあどんな選手がいるかっていうと、岩崎さんもっと強くしていいよね。あんだけ活躍したのが、例えばね宮西さんみたいに2種のスラーブにするとかね、なんかもうちょっと強くしてくださいよコナミさんっていう選手。あとは檜山さんか、檜山さんもさ、代打の神様の年で出してほしいのにまたその年かみたいなね、査定変更してよっていうのが正直なところなので、また代打の神様の檜山さんを待ってます。コナミさん、ぜひお願いします。あとは、岩貞さんね、ちょっと弱くなっちゃったね。ただ岩貞さんはまあもともと強いので、まあこれ以上強くするっていうのはね、正直あんま求めちゃいけないのかなと思います。あと佐藤輝、このセカンド佐藤輝ね、セカンド佐藤輝もなかなか貴重なので、どうしよう、2体持ちしようかなっていう今迷ってます。セカンド持ちの佐藤輝はね、スピー解放する価値あるんじゃないかなと思ってはいるんですよ。ただ佐藤輝に関しては全然もっとこれ以上ね強くなれる選手だと思っているんで。あと村上頌樹もね絶対もっと強くなれるはず。あとはシェルドン・ノイジーラインドライブでいいんじゃないですか。コナミさん、ノイジーどうでしょう。無理か、じゃあ低弾道でもいいです。あとはね今岡さん、そうね、これね今岡さん実は言うと、2005年シリーズの打点を取った年の今岡さんを継承したんですよ。これマジで後悔してます。あの時の今岡さんはもう当たり前のようにパワー99ぐらいいくんですよ。うん、もうめちゃくちゃパワー型の今岡さんなんで、いやーホームランめっちゃ打ちやすかったイメージだったんですよ。甘えてねスピ解放やめちゃったっていうのが、本当後悔してます、その決断。スピ解放をしなかった理由としては、地引きしちゃったんですよね、よりによってこの新しい今岡さんを。で継承しちゃいました。なんでこういうね一番ね、もう元々持ってる選手がね、やっぱり当たったとしても安易に継承しちゃいけませんね。これを身に染みて、実感しました。でただとはいえね、2003年査定の今岡さんも強いです。あと湯浅も強かったね。超タイピンチ持ってるんでめっちゃゲーム的に強いんで、湯浅持ってないは割と阪神の中継ぎの事情ではでかいのかなと思います。
あとは糸井さんか。糸井さんも強いけどね、やっぱ守備かな。これ特殊までしてるんですけど、守備がいかんせんっていう問題があるんで。ただ好きな選手なんで、本当はねレギュラーで使いたいのが本音です。ブラッツもいい選手。ブラッツもね、パワヒが強くなれば使います。村山さん、村山さんいいピッチャーなんですけど、やっぱホームランが多いかな、落ちるボールの2種は。ただね、使い方が自分が下手なだけで、上手い人は全然メインで入れていいと思うんで。ただ先発はちょっと怖いかも。中継ぎで入れたら強いかもしれないですね。あと近本、自分ね近本入れてない理由は、2100の近本が最新スピの近本なんです。そんぐらいね近本とあんまり縁がなくて。あとリアタイで今ね、あのメインで使ってる近本が守備型近本なんですよ。この守備 A で肩も A の近本を使ってます。なので正直近本に関しては守備だけで見るならね最強だと思っているんで、正直ラインドライブになっても微妙かも、肩がいいとかだったら。ただね、現役強くしてほしいんで、ラインドライブになったらもう歓喜です。普通にそして使ってみたいですね。そう、あとね、代打枠を話していなかった、掛布さんは実は自分代打にしてます。やっぱ使用感、左の使用感で言ったら1番2番なんじゃないかってぐらい打ちやすい選手なんですけども、まあポジションがね、守れるポジションがないっていうところがネックなので、藤村さんと掛布さんどっちを使うか問題、これもね、はっきり答えが出ました。 100% 藤村さん使いましょう。もうこれ間違いないです。藤村さんの方が圧倒的にゲッツーにしてくれたり、守備で貢献してくれます。補給 F どうなんだっていう問題も思ってたより気にならない。多分藤村さんが取れない速いエラーは掛布さんも取れないっていうことで、藤村さん使いましょう、もし迷ってる人がいたら。そしてちょっと余裕あったら特殊頑張りましょう。で A にできるんで、守備 A にすることすごい大事だと思うんで、藤村さんを、優先しましょう、まずはっていうところですね。で掛布さんはおのずと代打になってしまったというところです。でセカンド問題、さっき今岡さんいましたけど、自分は岡田さんを使ってます。これなんでかっていうと、過去動画見てください。あと大回り、このね、あの代打だけする貴重枠で、かつ万が一何かあった時にファースト守れる人っていうね、この貴重な枠はオマリーにしてます。あと大和さん、これ必須です。すいません、大事な選手の紹介を忘れてました。田淵さん、これ多分ね阪神人生で一番大事な選手な気がする。キャッチャーでアーティストで、肩も A で守備面問題なくて、替えの選手を出さなくていいっていうのは、阪神で一番この先ね強化していくポイントとしては一番大事な気がします。なので田淵さん、2024年一応ね周期的には出る年なので、未所持の人はぜひ最優先で獲得してみてください。使用感マジで最高です。レオチャンネルということで、総括、阪神純正はめちゃくちゃ強くなりました2023年。ただまだね、実は欲しい選手がいるんです。2024年登場してきたら嬉しい選手、新庄さん、めっちゃ欲しい。新庄さんが出てきてくれたら最高です。あとはね、ピッチャー陣で言うと、タイピンチを持っていた岩田さん、スピリーグとかでも使えるような岩田さんが出てきてくれたら嬉しいですね。これは OB かな、 OB になっちゃいますけど、すごい欲しいです。あとオスファンとかね、使ってみたいですね。石直球ってどんなもんだったのかっていうのを、2015年の時にはオスファン当てられなかったので、ちょっと使ってみたいですね。それとドリスも欲しい。ドリスが出てきてくれたら最高ですね。スピ解放とか継承してすぐ使えるんで、極みでドリス出てきたら激アツですね。どんな条件でも多分取りいきます。あと打者で最高の目玉選手残してますね、コナミさん。マートンをいつ出すんですか、コナミさん。待ってますよ。マートンめっちゃ好きな選手なんで、もちろんラインドライブ、ミーと S 狙えるよね、きっとね。ちょっと秋山さんに塗り替えられちゃいましたけど、最多安打、日本歴代最高記録叩き出して、すごいヒット数稼ぎましたから、出すでしょう。ミーと S 狙える圏内で楽しみにしてます。そんなこんなで2024年の阪神もめちゃくちゃ激アツになりそうな予感がしてます。まあとは何がともあれね、
プロスピエース本当にね、ちょっといろいろ運営さんがね、ランダム問題とかいろいろ2023年はありましたけど、とはいえゲームとしてはものすごく楽しかったです。プロスピエースが2024年も最高なゲームになることを願ってます。それではレオチャンネルでした。バイバイ。